どうもこんにちは。はい、どうもこんにちは。ワクワクカルチャーチャンネルです。はい、どうも。いやいや、先週ぶるかいどうしたっていう。思った通りや。思った通り。いや、毎週気になるのよ。動画出した後の反応はね。うんうん、想定の範囲内。あ、そうか、そうか、そうか。まあ、いや、でも見てもらえたら嬉しいけどね。まあまあ、そうだね。パジャマのね、着方広がるけどね。広がるけどね。うん、はいはい、俺、あの次の日やったもん。そうなんだ。でも、想定内で。想定内ですね。まあ、スパークはまあまあ怒らずに。そうだけど。まあ、でも、世の中にセンシブルは溢れたらね、やばいもん、ね。やばいことになっちゃうから、そうだね。それはそれでよかった、ね。うん、そうね。はい、ちょっと、細いところに突き刺さってくれればいい。でも、そう、センシブル会で、うん、あの後、うん、うちのお客さん、そのクローバーも来てる、あ、はい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 、男の子が、うん、パジャマセットアップ買ってて、あ、うん、でリチウムでクリンジのロンジャンも買ってて、あ、クローバーで赤のベレーも買ってる、買ってた、うん、でうちで丸メガネも買ってるの、サングラス。だ、動画を見るって公開する前に彼は揃えていたんでしょ、うん、揃えてた。いや、センシブルじゃん、それ。もうね、その後センシブルできたからね。勝手にセンシブルに仕上がってた。それもう、うわ、センシブルいたと。でもね、かっこよかった。まあね、やりきってるってね。いや、似合うからね、またね。うん、そうなんだよね。でもなんかね、うん、やっぱモテそうではなかった。かっこよかったでも。それは別だったのかな、やっぱりね。そうだ。明日、久しぶりにあの、うん、古着屋さん飲み。あ、そうなんですよ。ご飯が。そういうね、ちょっとしたコミュニティがね。そうだね。あるんですよね。同年代が多いんだよね。そうなんですよ。古着山くんの同級生がね。うん、同級生がね。うん、他の古着屋さんでね。うん、いて。そう。だから俺の一個下かな。そうだね。うん。前はね、毎月結構やってたかな。そうだね。だからこういう感じになってなかなかね、外飲み行けなかったけど。ね、まあやっとね、みんなでご飯行けそう。そう、久しぶりにね。うん、いや、楽しみですね。全然古着の話しないんだけど。そうそうなんですよ。古着屋さんが集まると、うん、なんかごちゃごちゃ言いそうじゃん、古着について。そう、熱く語りそうです。語りそうなのに。全然語んない。誰も喋んないよね。うん、古着の話なんて全然しないね。大体エロいことばっかり。そうだね。最終的にあれだよね。女優で打線組む人。そうそう。ほら、ドラフト始まっちゃってね。そうそう、毎度やってんのに、多分明日もやんのよ。やるね。うん、そして毎回打順違うんだよ。そう、違うのよ。その時のね、やっぱあるんだね。そうね、でも好み出るよね。出る、うん、そう。打線組んでる人あるあるだと思うんだけど、うん、あの、巨乳を4番に置きがち、うん。それはある。あるあるある。じゃあ明日も打線組みますか。まあ、打線組みましょう。打線組みましょう。はい。じゃあ今日も黒場から掘っていきたいと思います。はい。はい、今日は、黒場の方から、リクエストが。あ、リクエストにお答えするという形かね。うん、そうだね。今日はね。珍しい。確かに。毎回リクエストもらっても、その時に在庫がなかったり、掘り切れなそうっていうので。そうなのよ。コメントでは、うん、お返しするんですよ、うん、やれるように頑張ります。うん、ますみたいな感じでね。でもやっぱり古着という特性上どうしても難しい部分があって。そうなんだよ、ね。今まで俺ら大嘘つき状態。そうそうそう。やっとね、ちょっとお名挽回したい、ね。そうね。お名挽回しちゃダメよ。うん、あ、そっか。お名を挽回したらお名もらっちゃうから。返上しないで。そうよ。ダメだー。はい、返上ですね。天気悪いから。天気悪いからちょっとダメ。頭がね。行かれてる。あの、選手ぶりのせいかも。あ、そうかもしれない。はい。ということで今日は、うん、はい、今日は、ノエル・ギャラガーのファッションについて、掘っていきたいなと思っておりますね。前回クローバーでやった時はリアムだったもん、ね。リアム・ギャラガーでしたね。うん、まあ、兄弟しっかりやろうじゃないかということで。ね、はい。ということで、うん、あの、メインになるアイテムが、はい。入荷してるということで。はい、そうなんですよ、うん。じゃあ、アイテム。今日、メインで使うアイテムが、ドイツ軍。西ドイツ軍ですね。いいね。そうなんです。うん、80年代ぐらいのフィールドパーカーなんですよ。フィールドパーカー。そうなんですよ。うん、ちょっとこれも意外だと思ってほしいなって思うんだけど。そうだね。今となっては古着の定番アイテムだよね。うん、そうだね、うん。オアシスファンの方にニュースなんですよ。うん、写真僕やっぱ腐るほど見るんですけど、うん、見るでしょ。見る見る。提案するために。めちゃくちゃ見るよ。実は昨日たまたま写真を見てたら、うん、あれと思ったのが、うん、これだったのね。おお。さすがにこれですって言い切るには、うん、やっぱ怖いところあるじゃん。そうだね。で、うん、いろんな写真を見て、うん、ボタンの配置まで全て見た結果、うんうん、絶対これですと言って。今回は。出ました。はい、やっと。そう、今まではあれだよね。うん、結構さ、ドイツ軍のフィールドパーカーってさ、うん、モッツコートの代用みたいな。あ、そうそう、みたいなね、うん。提案が多かったね。そうなんですよ、うん。これは言い切れるんだ。そう、うん。晴れてブリッドポップな、はい。コートなんだよっていうことを今日言えるんで、いいね、もう完全にブリッドポップファッションに。そうですね。うん、今日はそれを持っていけたらなと思います。これを中心にやっていきたいと思います。はい、こちらのドイツ軍のフィールドパーカー、うん、ノエルが着てたってことで。そうですね。でもこうやって見ると、うん、なんかノエル好きそうなディティールある気がするんだけど。あるんですよ、うん、僕も、うん、そこをもっと紐解きたくて、うん、考えた。僕これ多分一番決定的だなと思ったのが、うんうん、着丈かなと思ったんだよね。わかるわ。わかる、うん、
ボーイチパーカーもっと長いでしょ、うん、長いね、フィッシュテールはね、どうしても長さ出る。そう、 そうなのよ、これ着ると膝までかかんないぐらいの、うんうん、いわゆるあの半端丈、うんうん、これ毎回結構ブリッドポップファッションの時、うん、言うじゃない、オーシャンの時、ね、微妙なその絶妙なサイズ感っていうかね、そうそうそう、あの中途半端なサイジングがいいんだっていうこと、うんうん、あと俺思ったんだけど、うん、この締めた時のネックの高さとかってさ、ブリッドポップファッションにめっちゃ合いそうじゃない、すごいわかりますね、うん、ねここねブリッド、ここ、うん、ノエルのアムラックパーカーとかもちょっと高さあるんですよね、うん、だから多分好きなんじゃねえかって、いやこれね、そうこれさ、あのフィッシュテールをさ、もう来たらさ、もうちょっと低いし、そう、こう低いんすね、あとね、この生地感的にあれってうまく立たないじゃん、ここ分かる、そうなんですよ、寝ちゃうんだよ ね、 これさ、ドイツ軍のフィールドパーカーのさ、この生地の温数っていうか、この厚さ、硬さがさ、ね、なんかかなりね、合いそうな気がするね、でやっぱりそのこれも背面見ると分かるんだけど、ウエスト絞れんのね、アンブラのフットボールコートとか、はいはいはい、まあ、ああいうアウトドアウェアとかもよくあるじゃん、うんうん、まあ、フィッシュテールパーカーもあるかな、やっぱりね、うん、多分ここね、彼好きですよ、なるほど、ここのポイントねそうそうそう、勝手な想像ではあるけどね、うん、なんかやっぱさっきさ、この宮間くんから写真見せてもらったけど、いや好きそうな気がするわ、そう、ノエル・ギャラガーのファッションするんだったら、うん、51パーカーとか、まあ、65よりは絶対こっちかなって、うんうん、僕はやっぱ思いましたね、そうだね、あと値段帯的にも今まだ買いやすいっていうね、これを悪く言うつもりは絶対ないよ、うん、でも B 級じゃん、あーそうね、うん、あの要はさっきも言ったけど、5165の代用みたいなイメージもちょっとどうしても物がないから、そうなのよ、一回着とくかみたいなね、うん、そうそう、だからもうこれで晴れて完全にブリッドポップアイテムだから、そうなんですよ、一、うん、つ物をしたいのが、うん、今フランス軍の M64 パーカー人気高いじゃないですか、うん、51が S ランクだとしたら、うん、フランスの64、うん、A ランク、うん、これ B に来るじゃん、うん、ちょっと下克上したいよね、あーいいねそうそうそう、だからカルチャー好きな人からしたら、こっちの方がいいよって言いたいぐらいだもんね、そうなんですよ、うん、だからこれが欲しくなるような動画に今日したいなと、なるほどね、思いますね、うん、はい、しかも在庫があると、そうなんですよ、うん、はい、じゃあこっからはこれに付随するアイテム、よりこうノエル感を出すためにね、どういうアイテムがいいですよっていうのを提案していきたいなと思います、うん、はい、ここまでは、はい、はい、ドイツ軍のフィールドパーカー、ノエルのね、アウターを、ノエル兄貴、うん、やってきました、ね、そうなるとまず、ノエルっぽいインナーがね欲しいね、うん、やっぱりね、それで雰囲気出るもんね、はい、うん、ここにありますセブンティーズのポリシャツ、そうなんですよ、うん、これリチウムにね、うん、在庫がございまして、まあ、定番でそうなんですよ、やっております、ちょっとお借りしてきまして、うん、ここいつもだととりあえずダセーチェックシャツ着とけみたいな感じじゃんそうだね、ボタンダウンが、そうそう、ボタンダウン着とけばいいんだよって、うん、まあそれもね、やっぱ芸がないんで、うん、今回あまり人が提案しなさそうな部分で、うん、しっかりなんかこう証拠があるやつっていうかね、うん、なんかそれこそ幾何学っぽいさ、うん、襟長いシャツ着てるよね、着てるよね、うん、でなんか僕なりに考えて、うんうん、なんでノエル・ギャラガーってこういうシャツ着てんのってシンプルに思ったのよ、おーおー、うん、僕の憶測っていうか、ね、うん、イメージ入っちゃうんですけど、うんうん、ノエル・ギャラガーってリアムよりも先にバンドやってんですよ、やっぱり、リアムは後から誘ったで、うんうん、でノエルってマットチェスターシーンと結構近かったんだよな、うん、はい、マットチェスター、はい、うん、マットチェスター、マットチェスターもう意識してきました、そうそうそう、これも触れたいね、ちょっとね、ガンガン意識してきました、そうなんですよ、うん、インスパイラルカーペッツっていう有名なバンドがね、うん、いて、まあ、ニューオーダー、ストーンローゼズに並ぶぐらいの、うんうん、そのバンドのローディーって言って、うん、まあ、お手伝いだね、うん、機材運んだりでこう帯同してた時があって、うん、彼のファッション写真見るとやっぱこういうガラシャツだったりするんで、うん、もしかしたらもらってるのかもしれないし、なるほど、影響あると思うよね、うん、だからもう自分のルーツに影響を受けてんだね、うん、多分そうだと思うのよ、それでいてさ、兄貴のファッションは完全にさ重ね着とかじゃなくて、うん、前も言ってたけど、うん、一枚完結系というか、うん、そう、そういう印象あるよね、ガラシャツ着るにもこういうの着て、うん、上バサぐらいだね、そうそう、うん、まあ、シンプルよ ね、 ね、ノエルのファッションはね、うん、逆に弟は、まあ、そこそこに破天荒な時もまああったり ね、 ね、なんかやっぱちょっと大人っぽいのかな、うん、ノエルの方がね、そうだね、うん、なんか80年代 の、 そのマッチョ、マッチェスターのシーンとかでさ、マッチョチェスターですとさマッチョっすかマッチョ面ね、マッチョチェスターね、マッチョ、すいません、こういううざいこと言って、もう全然噛み倒してるからで、まあ、戻って、うん、あのシーンとかだとさ、うん、ちょっと観客がさ、うん、参入してくるじゃない、ファッション的に、出たね、うん、
とかで、うん、そうなると、うん、あのノエルの兄貴は、うん、マットチェスター時代はそういうところにいるわけ、うんうん、だろうね、うん、やっぱりね、そこの影響がね、うん、受けてその後のブリッドポップ、そうそうそう、うん、やっぱりどうしても名残が残ってるのかなって気がするんだよね、こういうシャツ、うん、プライマルスクリームってね、うん、あのオアシスと同じレーベルだったんですね、うんうん、フロントのボビー・ギレスピーなんかも、うん、やっぱりあの中性的な顔でこういうガラシャツを着てらしてるイメージがあるじゃないですか、うんうんうん、やっぱ周りにそういう人が単純に多かったっていうのと、うん、まあノエルも好きだったのかなと思いますね、なるほどね、こうお互いのこう影響と、そうそう影響し合って、うん、まあ、前年代というかその前の時代からの影響と、そうそうそう、うん、まあでもやっぱり着方は、うん、あの US70s の着方とは全然違うよね、違うよね、うん、髪伸ばすわけでもないし、そうだねそうだ ね、 ね、どうしても 70s シャツね US カルチャーで着るとあのロン毛のね、わかる、うん、それがやっぱかっこいいじゃん、ね、西海岸カルチャーっぽいイメージになっちゃうけど、うん、でもブリッドポップに落とすんだったら、うん、まあ全然ね、あの、うん、どうしても決まり上髪が伸ばせない方でも、うん、そっち方面をイメージしてきたらかっこいいのかなって、うん、ノエルだし、ね、そうだね、まあ、リチウムではね、数年ね、うん、これ系のシャツ置いてるので、そうなんです、いっぱいあるでしょう、そうなんです、いっぱいありますね、ぜひちょっと選びに行ってほしいかなと思いますね、うん、はい、はい、ここまでは、うん、ノエル感、うん、ね、ドイツ軍のフィールドパーカーからのセブンティーズガラシャツ、ね、はい、いいね、なんか想像できてきた、できてきた、だんだん、うん、ただガラシャツって、うん、あのリチウムでもそうなんだけど、うん、めっちゃ苦手な人いる、はい、いる、うん、絶対着ねえからみたいな、いや柄はちょっとみたいな、いる、そういう時の、うん、にね、こう、うん、兄貴感を出すために、あ、そうですね、うん、はい、こちらどうぞ、はい、こちらおすすめアイテム、うん、これもめっちゃわかりやすいっすよ、うん、これちょっとね前に入荷しました80年代のアディダスアメ製の APP ですね、これやっと、大好きだねみんなね、そうだね、うん、初期の動画かな、うん、ジャージの襟元どっちがリアムっぽいかな、ノエルっぽいかなって、まあ、イメージの話をしたんだけど、うん、その時リアムはやっぱり襟がね、うん、立ってる方がっぽいなって、ね、高い方がね、そう、うん、話したんだけど、うん、ノエルはやっぱこれかなって思うんだよね、丸襟系ね、そうそう、うん、なんか写真もやっぱ多いじゃないですか、うん、向こうだし、うん、色もネイビー、うん、ぜこれじゃねって思うんだよね、バッチシじゃない、そうそう、あとねネイビーのこれ俺、うん、ジャミロクワイも見えちゃう、あーいいとこつきましたね、いいよね、うん、まさにそうだよね、ジャミロクワイはこれ前焼きでなんかグアテマラシャツみたいな、グアテマラシャツでね、こう刺繍のあるやつ着て、そうなんですよ、かぶってね、そう、やっぱあのねのかっこいいやつはやっぱ、ね、ネイビーのこれ、そうね、で着てるでしょ、着てる着てる、うん、だから俺はもう、うん、ジャミロクワイしたくて、うん、なるほどね、でもガテマラシャツないからポリシャツでやってるいやオリジナリティーよ、そうだ、うん、先ほどまでね、あのドイツ軍のあれとね、うん、ガラシャツで、うん、まあ、やや一般的ではないなっていうところだったんですけど、うん、ちょっとストレートにこれは絶対、ね、そうだね、お探しの方いたらおすすめかなと、ドンピシャで落とせる一着です、ぜひぜひ、はい、はい、はい、これで上半身できました、いやできましたね、今パン1です、パン1です、あ、そっか、うん、露出狂ですね、うん、今ね、まあでも、うん、ブルージーンズでしょ、いやおっとちょい、ちょっとなんかね、その、うん、どうせまたっていうね、その格好が見えたどうせまたブルージーンズでしょって、いや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 、さすがに違うの出せますから、まあ、ブルージーンズ合うよ、うん、もちろんね、うん、もちろん合うよ、ね、うん、はい、じゃあ今日提案したいのは、うん、こちらですね、はい、色っすね、いいよね、うん、ユーロリーバイスの501、うん、トルコ製ですね、うん、色物のねユーロリーバイスも珍しいね、うん、珍しいよね、うん、まあ、カラーがやっぱり、うん、ベージュですよ、ベージュは大事だね、大事でしょ、うん、写真でも見たことあるんじゃないですか、あるある、うん、あの ATP のジャージかな、うん、にこれベージュ系のね、そう、ベージュかオホイとかあんな感じで、ね、うん、そうだね、うん、にあのアディダスのまあなんかサンバでもなんでもいいんだけど、うん、サッカーシューズっていうか、いや抜群だね、そうそうそう、うん、まあこれ多分ブリッドポップファッション全般に絶対いけるパンツなので、うん、でもサイズもいいんだよね、これウエスト31は、ね、31、うん、でレングスに関しては、まあ、竹詰めする人もいるかもしれないけど、うん、ちょっと2クッションぐらいあった方がいいかな、なんかなんかツンツルとかジャストよりはダルッと溜まってるぐらいの方が濃いっていうかね、まあぜひね、うん、この辺も、まあ、うちでも結構実は人気があるんですけど、ね、これリチウムから買いましただから今下りでどうせブルージーンズでしょとか言ってたのに分かってんのよこれだそう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 、うちでも人気アイテムだ、人気アイテムだね、ただリチウムに行ってねって言うのこれリチウムの在庫です、はい、お探しの方はぜひそちらまで、はい、今の下り大嘘つきだった大嘘つきだった
そういうもんよ、でも。そうね。そうそう。おすすめでございます。はい、今日は、はい、ブリッドポップ、リクエストにお答えしてってことで、ノエルの兄貴、これからの季節ね、ちょうどいい、そうですね。感じでね。まあ、クローバー連チャンで、ギャラガー兄弟できたので。いややっとできましたね。はい。まあ、全然、ミリタリーのフィールドパーカーとしては買いやすい値段なんで、やってほしいかなと思いますね。あと、まあ、生地感的にも、秋冬、春までいけそうな。全然いきますね。使い勝手の良い一着ですので、気になる方、ぜひ、お問い合わせください。はい。では。はい、じゃあ私、じゃあ最近はふざけないでじゃんけんするっていうね、そうね、ブームがありますからね。定番のね、ちゃんとじゃんけんするって。そうそう、ありますからね。なんか言われたんだよね、お客さんに。最近じゃんけんやる気なくねえすかとか、意味わかんねえんですけど、みたいなの言われて。違う、やる気しかないんだよ。そうなの。やる気が空回ったんだよね。空回ったの。そうそうそう。だから、まあガチで勝ちに行くっていう。そうそう。だから本気だっていう。本気だっていうことよ。はい、じゃあ行きますよ。はい、じゃあワクワクじゃんけん、じゃんけんぽい。はい、パーでーす。ではまたー。